はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策のシ,シ,シリーズ第53弾やっていきましょうで今回はね問題10もありますのでまず一回ここで動画止めていただいてできればストップウォッチでね時間計りながらやってみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解説やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。 それではいつも通り画面下げますのでお待ちください。いきますよ。よいや、実はですね、えー、と前回の52から、あ年度が変わっておりまして、えー、撮影が2020年、今年度のね、撮影がスタートしました。なので、ちょっとサムネイル、んサムネイルの雰囲気とかもね、変わってると思うんですけど、まあ、動画のスタイルは同じようにやっていきます。今、まあ、今年度今年度もね、えー、と変わらず えと追加でどんどん取っていきますのでぜひね受験勉強のお供に使ってみてくださいそれではまず最初の方の計算はサクサクと、えー、解いていきましょうまず2ス9ということで、えー、かっこイナスがね揃った時はこのマイナスをプラスに変わる変えてこっちも変えるんだよねマイナスをプラスに変えることで後ろの符号も変えるとつまり 2+9 になるから答えは11と。 ちょっと赤いペンがね新しいんでちょっと細くなってます。見にくいかな大丈夫かな。で次ですね。えー、次は 52a の2乗 b 割るカッコマイナス 4a と。でと、a とか b の文字が入った状態での割り算になります。でここはまず数字同士を考えましょう。52割るマイナス4をします。まずプラスとマイナスの割り算なので答えもマイナス。52割る4なので13が出てきます。 で、A に次あと数字がね終わったので文字の方に行きます A A の2乗 B 割る、a、ですつまり割る A なので A を1個割って取ります取るちょっとねなんか久しぶりなんで詳しくやると A×B 乗かける b っていうのはこういう状態 A×A×B ですねそっから A を1個割るので割ってこう約分する感じつまり残るのは A と B だから答えはス1 3 a b と。 これれででで終了ですそれは3番ですちょっとごめんよしょ3番が、えー、ルート 28+ プラスルート7分の49とでまずこっちからいきましょう、えー、28っていうのは 4×7 ですね4が2の2乗になってますんでルートの中にある2乗がついたものは外に出てきますこの2乗っていうアイテムを使うことで外に出てくるから 2 7になりますルート28はねでこっち分数の下分母にルートがある時は有利化というのをします有利化。でやり方はここにあるルートを分母にも分子にも同じくかけてあげると。7を上と下にかけます。そうするとルートっていうのは同じものをかけることによってルートが外れます。 まあ、7の2乗。2乗は出てくるから結局さっきと同じで、2乗の、えっと、2乗っていうアイテムを使うことでルートが外れるんですが、ここは7になるんです。<え>ルート7かけるルート7は7です。ルート5かけるルート5は5です。これ覚えておくと楽だね。で、こうなったら、えっ、ー、と、ルートの外でね、これね、外にいる数字と、外にいる数字は約分ができます。だから、ここを約分して1だけど、こっち7になるよね。つまり7、7ルート7が残るので、 2 7プラス7 7になりますでルートの足し算引き算っていうのはルートの中身が揃ってればできます今揃ってますねでどう足し算するかっていうと外の数字だけ足します 2+7 つまり9だけどルートの中身はそのままですつまり9 7で,終了で次ですねまあこの辺も上3つもすごい有名ですけどもこいつはね 多分このシュッシュシリーズをもしねシリーズでずっと見てくださってる方は「はい出ました」って思うよねこれは。しかも「あやっぱりここマイナスなんすね」ってここがもしあまたマイナスか引っ掛けようとしてんだなってもし思った方がいたら多分結構練習量を積んでる証拠だと思いますそれは。大事だねそういうのに気づくのは。でこのやり方は通分です通分分母を揃えに行きます。 分母が3と4なので12に揃えるでこれは1個ずつ書いてもいいんですけどつなげて書いた方が個人的には計算ミスは減るかなと一気にのせちゃいます全部一気にね。でちゃんと書いていってもいいんですけどやっぱ受験の時ってスピードが大事なのでここはちょっと頭の中でいい暗算風にちょっと頑張る。でどう頑張るかっていうとこっちこれを12に分母したってことは4をかけましたよね3に4をかけた。 ってことは上にも4をかけます。上にも4をかける。だから3に4をかけると12こっちに4をかけるとマイナスとなります。で問題がこっちです。さっき言った「はい引っ掛けようとしてますね」のマイナスです。さっきと同じように考えるとこっちを12にしたのでこっちは3をかけました。4を12にするために3をかけたと。 だから3を配りたくなるんですけどこれマイナスがいるのでマイナス3を配ります。どういうことかっていうとちゃんと書くとねママイナス3カッコ X マイナナススッこうなるんですもともと通分した時にはこうなのマイナスカッコこの、えー、と分数の棒に上に乗ってあ棒に乗ってるのはこうカッコをつけて計算をするのでマイナスカッコになってます。それに3をかけたからこうなってる。 だから結局マイナス3を配るんです。マイナス 3x マイナス3配るとプラス 6y と。で何が引っ掛けなのかっていうとまあわかるよねマイナスじゃんって気をつけるよって3かけるわかるよってマイナス 3x なんだけどこっちはマイナスを配り忘れてマイナス 6y でするんだよね。この後ろの部分を計算ミスするのがめちゃくちゃ出ます。で 今ね、この例えば動画とか、その普段みんなが使ってる問題集とかでこういう問題来た時にさ、いやいや、何言うてますのと、引っかかりませんよ、こんなのはって思ってるそこのあなた、えっ、ー、と、受験のプレッシャーで割と浮き足だって、あの、受験本番ね、浮き足だってしまって、こういうミスが発生します。で、こういうミスを防ぐ一番の大事なことは、こういうミスが出るんだっていうのを把握していること。 いいこの問題見た時にあこのマイナスを後ろに配り忘れるんだよねっていうのが分かってる人はだってそこに落とし穴あるって分かってるのに落ちないでしょっていう状況だからどこに落とし穴があるのかなっていうのはしっかり把握しておいてくださいあでこれで終わりじゃないよちゃんと分子上は計算します12分の x は x 同士 12x とマイナス 3x だから えー、9xy 同士やるとプラス +2y とでこれで終了となりますでミスっちゃいけないのが、えー、こうなった時にこことここ約分できそうでしょ3でまあこことここ2で約分できそうだけどこことここだけとかこことここだけの約分できないからね自分が勝手に同時約分同時に約分するから同時約分って呼んでるんですけど こことこことここ3箇所全部同時に約分できるなら OK 例えばここが 6Y とかなってて全部一気全部同時に3で約分できるじゃんってなってれば約分しなきゃダメなのそれはダメなんだけどこことここだけとかこことここだけは約分ができないのでこの状態はだからこれで丸になります気をつけてねいいかな はい、じゃあ5番行きましょう。ちょっと特、特殊というかね、まあ、あの、少し引っ掛けてるような雰囲気。難しそうに見えるね。慣れてない子にすると。で、これはですね、まあ、計算しろっていう問題なんですけど、まあ、公式を使ってね、ここを展開の公式で展開して、マイナス5を配ってでもできます。あの、そんな時間かかんないし、もしかしたらそっちの方が早いかもしれん。これに関しては。ただ、えっと、他の問題にも応用が効くので、ある技を覚えてください。ここでは。 何かっていうともう問題見た時にさあれと括弧の中身同じにしてますねこの作った人はまあ思いますよね同じになってるって。でそこを例えばちょっと大文字の x にしましょうかこれ largex とかと呼ぶんですけど大文字の x ね。で置き換えるとさ largex、まあの2乗で −5largex まあ −5 x って呼ぼうか。 プラス4ってこうなるんです今置き換えただけよでこいつを因数分解しますでこれかけてマイあごめんかけてプラス4足してマイナス5になる数字のコンビを探すんだよねでかけてマイナス4だからあごめんプラス4だからマイナス4と、えー、マイナス1マイナス4とマイナス1掛け算するとプラス4ああいいんだねプラス4足すとマイナス5になってるからこれの因数分解はこうなります。 で因数分解した後にさっき x をさこれで置き換えましたよねもう一回戻します戻してあげるんですそうするとルート2プラススマイナス4だから計算するとルート2マイナス3となりますちょっとあえてかけなきか,かけなさいかけるとでこっちに入れるとプラス1とマイナス1って1が消えちゃうのでルート2だけ残るんだだよねこうやってだから括弧の中身にルート2を分配法則配ると ルート2かけるルート2さっきやったねルート5かけるルート5は5ですだからルート2かけるルート2は2ですでマイナス3かけるルート2はまあくっつけるだけマイナス3ルート2となってこれで終了となりますでたださっきも言ったようにおそらくね展開して配った方が早いかもしれないこれに関してはまあそれがあんま変わらないっていう。 でもちろんこのね同じ括弧の中身が同じで文字で置き換えて計算してっていうのは他の問題でも使いますだからぜひこういうね解き方があるんだっていうのは覚えてほしいんですけどもう一個大事なことがあって自分とかはよくねあのー、なんだろう検定数検とかさこういう受験の時も使ってましたけど俺すごく計算ミスが多かったんですよ今でも多いんですけどなので必ず試験時間内にやり直しをするんですねできる限り時間が許す限りやり直しをするのその時に1回目に このラージ X を使って解くじゃないですか。で、そしたら、2回目やり直しするときは、もう一個ね、じゃあこれ、ラージ X 置かないで、普通に展開してやってみようみたいな。つまり、違う道をたどるの。わざと解くときに。で、まあそれで時間がかかっちゃうかもしれないけど、やってみたら、まあどっちもさ、解き方としては間違ってないわけ。で、同じ答えに導かれたらさ、これはもう大丈夫だってなるじゃん。安心して。だから、数学って解き方行き届い、えっと、一通りじゃないからさ、 複数の道順を持ってるんであればテスト本番の時とかにじゃあこっちさっきやったからこっち今度こっちこっちで行ってみようみたいなやることでやり直しがね精度が上がるのそうっていうこともできるのでぜひねこういうふうに違う解き方もし一回自分,自分が解説したものとみんなが解いたものが違った場合はこういう解き方もあるんだっていうのは覚えておいてくださいすいません長くなっちゃって申し訳ないんですけど6番いきましょうでこれはもうシンプルですねこれを解けとで これがもし、えーっと、どうしようかな。あさっきと上と同じような感じすると、これを解けとなっていたら、まあ、上と同じやつね、これ。こうやってすぐ因数分解ができるよね。で、これを解いて、まあ、4と1って出てくる。これで終了なるんだけど、まあ、因数分解が使えないんですよ。もう最近はめっちゃ多いね、ほんと、この問題。 因数分解使えませんよってやつが、じゃあどうするって言われたら、えー、解の公式です。ね、皆さんも、えっ、ー、と解の公式をちゃんと覚えてない方も、あなんかいたなってよく言われるやつ、解の公式。これはもうぜひ覚えておいてください。せっかくなんで書いておきます。えー、x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。ちょっと入らなかったね。 えめちゃくちゃ使うので絶対覚えてくださいこれ高校入っても使うからねでこれを当てはめていきますで ABC それぞれ何かっていうとここが A ここが B ここが C ですで今見えないけど1隠れてるからね A は1、B、は5、C、は 1B -5C プラス3ですじゃあそれを入れていきましょうということでまず 2A 分のだから 2×1 で2分の マイナス B だから、マイナス5にマイナスがくっつくんで、5になります。プラスに変わると。で、プラスマイナスは固定。中身です。B2 乗マイナス 4AC。ちょっと外にありますね。B2 乗だから、マイナス5の2乗なんで、25。マイナス 5× マイナス5ってことね。プラスに変わって25。で、マイナス 4AC は、マイナス 4×1×3 です。つまり、マイナス12。おっと待って。そうだよね。<laughs> ごめん、ちょっと、えと、失礼しました。ここ、マイナスだ。さっきやっと答えちげえと思って、ごめん、ごめん。ちょっとこれ、あと、最初の問題は合ってるので、このまま説明続けますね。申し訳ない。で、えっと、戻ると、マイナス4か1るマイナス3だね。だから、えっと、プラス12になります。で、足し算すると、37。ってなるから、これが答えになります。ちょっとこれ消しとこうか。早送りした方がわからないもんね。 これが答え。これが解の公式です。で解の公式を使って気をつけなきゃいけないことは、まあ、他の問題でも言えることですけどルートが出てきた時答えにねルートが出てきた時は必ず中身チェックををする癖をつけてください。このルートの中身37が例えば2 3とか5と3 5ート2みたいな中身が外に出せないかなってこのこれと同じ28って2で出せたでしょ。 出出せるものははししてておかないとですルートに関してはだからその中身チェックが必要になるんですけど、まあ、これは出せないのでこれで丸となります。はいで7番いきましょう。えっ、ー、と情報サクッと書いてあります。えー、と y 3分の X 乗っていう二次関数があって、X、の値が3から6に増加する時の変化の割合です。変化の割合。 で変化の割合は1次関数と2次関数で出し,出し方が違うんだよね。で、こういう小問集合、まあ大問1の中に入っているような時はほとんど2次関数で出されます。こっちなんかちょっと計算が必要なんで。でも、めちゃくちゃ楽。いいもう一回言うわ。めちゃくちゃ楽だから。どうやるかっていうと、使うのは、ここです。ホニャララ X2 乗のここの数字に、 X が必ずほにゃららから,ほにゃららってて与えられてます今回は3から6だよねこれを足したものです今 3+6 って9でしょだからマイナス3分の1に9をかける計算するとマイナスこれで終了これだけです変化の割合個人的にはめちゃくちゃサービス問題なので絶対取ってください覚えといてはいでは次8番いきましょう えと連立方程式の中でもちょっと難しそうに見えるけど有名な問題ですでまず連立方程式が与えられてますおやおやと A と B と X と Y と盛りだくさんやなっていう状態のものがあるけれど答えが書いてあるんですこいつの解答えね解,、えっと、解は答えだから解が x イコール 2y イコール1だとそん時の a と b を求めなさいって言ってますで答えが与えられてる っていうことは何しろってて言われてる代入しろって言われてんのつまりこの式の x のところに y のところに1を入れてくれって言ってるんですじゃあ入れてあげましょう、えー、2を入れると上が 2a+b=10 プラスえーと b イコール10になりますね上の式で下の式がえと b から入れるからこっちかお前ちょっと a で揃えたいのでこっちに1を入れるからマス a プラスこっち2だから 2b か。イコール5とこうなりますよねでみんなは学校とか、えーとまあ、塾とかでもそうかもしれんけど連立方程式ってやっぱ x と y で解くことが多いから a と b だとじなんかちょっとね見慣れないなって思うかもしれないけどやり方全く一緒だからね。あとはあのこいつの連立方程式を解いて終了となります。 でまあ A と B どっち揃えてもいいんですけど A を揃えましょうかじゃあ下の式に2をかけていきますこれ入ってくかなわあ飛行機がすみませんなんかガタガタ言ってましたけど2をかけるとちょっとこっち持ってきますねまず上の式書いておきます家が揺れてるマイナス2 A プラス 4B イコール10とこうだねで A を消したいので今回は足し算です 2とマイナス2を足すと0、A、になるからね消えるからで他を足します 5b=20 イコール20となるのでまずこれえっと b をあ両辺5で割ると b は4になりますね b は4でえー、っとこの b が4っていうのを最初の式どっちでもいいですに代入します、まあ、上のが楽かな上のこの b のところによしよしょちょっと色変えとこうか 4をこう代入するあとは4を向こうに持っていくと6になるから 2a=6 イコール6両辺を2で割ると a=3 イコール3となって a と b の値は出ましたねで終了。いいかなまあこれもねすごく有名これもっていうかこの刺しゅで取り扱ってるものでまあ問題は消耗集合に出されているのでもうどれも有名。そう <laughs> だからねぜひできるようにしておいてください。 さあ、えー、9番ちょっと文章題です全部書けんかったんで、えっと、簡単に口で説明していきますえ動物園の入園料の話をしていて大人と子どもの話が出てきますでね大人の入園料は「はじゃねえわ「がだ」だ大人の入園料が子どもより、えっと、600円高いんですまず大事な情報はここです 大人が子供より600円高いと。で、最後に子供の一人の入園料を求めなさいって言ってるから、当然子供、求めたい方を X って置きます。いい数学は求めたいものを X って置く。そうすると子供が X なんだから大人どうなりますかって。子供より600円高いんだよ。X より600円高いんだよ。つまり大人は X プラス600って置くことができます。こうやって。 よく子供を X って置いたら大人が Y って置いちゃう子がいるんだけどできれば問題を解く時って文字使うのは少ない方がいいの1個で済むなら1個で済ませるなぜなら文字を2個 X と Y って2個使ってしまったら式を2個作んなきゃいけないのね上の連立方程式みたいにそれでも解けるんだけど時間かかるんだよちょっと回り道になっちゃうんでこうやって置けるんなら文字1個で置いていきましょうで置けたじゃんでもう1個情報として 入門量の比ね比比がこれが大人が五で子供が二なんだってじゃああとも式じゃんっていう比の式比例式ってやつですねだから今比例式の大事なところってあれよ何対何イコール何対何ってここにあれよ書いてくださいね四つ書いてください比例式って言うんですけど大事なのは順番を見損ないことです。 今は大人と子どもの話をしてるのでこっちを大人子どもってするならこっちも大人子どもです大人子ども子ども大人とかダメです順番を揃える必ずで今じゃあ答えに入れましょうか大人が5子どもが2って言ってるからじゃあこの x 使って表したやつも大人が先で子どもが後はい比例式できました 5対2イコール x プラス600対 x ですねあとは比例式の解き方です解き方は比例式は中々外外もしくは外外中々と覚えてくださいつまり中と中外と外、外と外を掛け算するんです掛け算だよじゃあ今回外外先行こうか外外掛け算すると 5x イコール中と中だからこれかけるとちょっとこちらでいい 2かける x+600 だからちゃんと括弧使ってねこうで分配法則で配るから 2x+1200 プラスとなりますちょっと幅がないんで言っちゃうけど口で 2x こっちに持ってくるとマイナス2 x ですつまり 3x になりますだから 3x=1200 イコールになるんで x=400 イコール400つまり子どもの値段は400円と安いな良心的な動物園だ そんなななものなのか,な分かんない動物園あんま行かないけどちょっと分かんなかったけどまあ解き方としてはこれで OK ですいいかなではラストでちょっとねえー、っとビデオの容量がやばい必見し急ごうかで最後は難しいですこの問題は一番難しいんですけどこの n 分の5880が自然数の平方となるような最も小さい自然数 n です平方って2乗のことねつまりこいつをあるものの2乗にしてくれって言ってます で、これは、ルートの中に入ってる、例えばこれと同じするんだったら、ルート 5880n がっていうのも同じです、解き方としては。何やるかっていうと、ここの数字を、えー、っと、どうせでした。待って。えーっと、素因数分解だ。こう、どうせした。素因数分解してください、こいつ。で、ちょっとね、多分ここからスペースが入らないんだよね。入らないんで、ちょっとあれだけど、5880をこう割っていくやつ。 二で割ってって二千九百四十でしょ偶数の時はずっと二で割ってください。千四百七十まだいける。二で割って七百三十五。で、一番下が五とか、あ、五になったら五で割っちゃって、これ三でもいけんだけど。まあ、五でいいです。五、五一が五し、二十、百四十七。百四十七は三で割れます。まだ入る入ってる。三で割ると、え、三四十二で49、四十九で、四十九は七で割って、最後が七。ここにね。 え、素数が出てきたんで、これで終了です。あの、ソイス分解、こうやって枝で分けていく人もいると思うんだけど、それでいいからね。自分はちょっとこれでやるから、あれなんだけど。で、これで何が分かったかっていうと、ちゃんと書くとね、2の3乗かける 3×5×7 の2乗ってなるんだけど、2の3乗をちょっとわざと、2乗と1乗に分けます。これでまあ2の3乗ね。2乗と1乗で。で、3×5×、5 7のの乗っってなった素因数分解したら上のやつがねこうなったわけよで今こいつがあるものの2乗になってほしいとでさこいつとこいつは2乗になってんだよねもうなってるだからもう何が言いたいかっていうとお前らさえ消えてくれればこいつ2の2乗 ×7 の2乗だからつまり14の2乗になってオッケーなるじゃん2乗にってなるわけじゃあこいつら消したいな どうやって消すお前の出番だよってことで n が 2×3×5 になってくれればはい約分約分約分でこいつら消えるわけよつまり n は 2×3×5 になればいいので計算すると n イコール30ですよとこれで終了となります えーまあ、これ今回は一番有名な最も小さい自然数 N ってパターンです。この時は、つまりこの乗ってるね、でかい数字がドーンって来てるので、そいつを素因数分解します。で、2乗になってないもの、3乗とかもちゃんと2乗と1乗に分けてね、余分なものを全部かけたものが N の答えになります。これ非常にこれもね、有名な問題で、ちょっと難しく見えますけど、確かに難しい。この中では一番。難しいですけど、自分はできないことはないと思ってる。どんな子でも。 ぜひねね取れれれるるよううになってください他と差がつけられるそうすれば、ね、諦める子が多い中で諦めずにチャレンジして解けるようになったらその分差がつけられるから是非ね自分の力復習しっかりしてね多分今説明聞いてあそうなんだと思っても明日には忘れちゃうから人って必ず復習して自分の力で解けるようになってください。 はい。ということでね、ちょっとシュシュシリーズは毎回長くなっちゃうんですが、まあこれからも撮っていきます。他のシリーズもそうですけど。で、シュシュとかは特にそうなんですが、最初に解いてもらって不安なとこだけ聞いてください。全部、今30分がなってるのかなわかんないけど。それを全部見る必要はないです。いいかなみんなにとって必要なところを必要な分だけちゃんとやっていく。ただし、ちょっと間違ったところとか、自分にとってまだ足りないなと思うところは必ず反復でやってください。 せっかくやったのに明日とか明後日1週間後もっと言うと受験の日に忘れてたら意味がないもったいないからねいこう節約してとかギュッて詰めて勉強できる分うまく効率的に使ってもらえたらと思います今期もね頑張って取っていきますのでどうぞよろしくお願いしますはいということで、えー、今回は高校受験対策の刺しシ,シリーズ第53弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました